小島和弘モーニングウッドは東海ラジオで2017年10月2日から始まったラジオのニュース情報番組。これまでの矢野清美の朝は矢野流の放送枠を引き継ぎ新しい平日朝のニュース情報番組として放送開始。この番組では出勤前、出勤途中とみなが忙しい時間である平日の朝に知りたいあるいは 知っておくべきニュースや世の中の動きをパーソナリティの小島和弘が爽やかにわかりやすく元気な語り口で伝えるもので政治からトレンドまで幅広く取り上げる。なお、小島が東海ラジオの平日朝の時間帯を担当するのは2002年4月1日から2010年4月2日まで放送された小島和弘モーニングアイランド以来7年半ぶり。森も 東海ラジオの朝ワイドに、レギュラー出演歴がある。ピンチヒッター2020年6月29日より7月末に、かけて、森が、頭部の手術による、長期療養となるため、以下の曜日固定で代役の出演となる。ピンチヒッターニュースデスクの代役は前番組、朝、は、矢野流より、内報継続した番組。2017年、秋からの番組情報、小島和弘モーニングッド。 東海ラジオ2017年9月1日閲覧。東海ラジオモーニングット1332グッド。放送業界では10月から3月をナイターオフと言いますが、ツイッターより2018年10月1日閲覧。東海ラジオモーニングット1332グッド。今週は森幸子さんが1週間休みのため、堀真理子さんが担当。 ツイッターより2018年10月29日閲覧。東海ラジオ、モーニングット、1332グッド。本日の放送でご本人から報告がありましたが、来週から7月末頃まで、森幸子さんお休みです。ツイッターより2020年6月26日閲覧。東海ラジオ、モーニングット、1332グッド。 RT してくれた皆様に100万円はプレゼントできませんが今日もつぶやかせていただきます。ツイッターより2019年1月10日閲覧。東海ラジオモーニングッド1332グッド。小島さん夏休み中のモーニングッド。今日で代打原光隆はラスト。ツイッターより2018年8月26日閲覧。 朝一番のドラゴンズ情報は、モーニングッド。で、小島和弘モーニングッド。ドラゴンズステーション2019年3月22日2020年2月7日から4月3日まで、提供を一時中止、AC ジャパンの CM に差し替えられている。ありがとうございます。